こんにちは、体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ頑張れジムの杉田です。今日開脚の時にですね、頭をつくようになったんだけど、胸とかこうお腹をつけることができない、そんな人たちに対して練習方法について、ご紹介していきます。開脚で、頭をつくっていう時点である程度の柔軟性はある人たちになるので、その人たちに対しては、ハーフドッグをお勧めします。ハーフドッグで最初、この背骨全体をこう絡ませるとかこう反るとか、そういうイメージを作ってください。この時に結構こう腰をこう折ろうとしてしまう場合は、開脚した時に引っかかってきてしまうので、腰じゃなくて仙骨の動きを意識してみてください。骨盤の動きなんだけど、仙骨って意識した方が結構意識しやすいかなと思います。仙骨をこう意識して、それに伴って背骨がこう動くイメージですね。どうしてもなんかこう腰の部分でクッとこう折って固まっちゃう人が多いので、こう仙骨の動きをこう出すことによって、仙骨の部分がこう動いて首の動きとこう連動しながら、全体で、全体の動きとしてこう反るイメージを持ってみてください。で、自分でやるときは、ハーフドッグ、ちょっと高い位置にしながら、落としていくとやりやすいです。こう、落とすようにしながら、ここの動きですね、膝を曲げてもいいので、腰が止まるんじゃなくて、スーッとこう、仙骨をこう前に折りにするようにして、それとともに背骨がこう連動して動くようにします。足の動きにかかわらず、背骨を自由にこう使うっていうことを意識してみてください。ハンモックでスーッとこう落ちるような感じです。で、これで感覚がつかめてきたら、足を開いた状態ですね。足を開いた状態で同じことをしていきます。膝を曲げてもいいので、とにかく背骨の動きを優先して作るようにしましょう。で、これで意識ができてきたら、つま先を開いた状態、斜め45度ぐらい開いた状態で同じように作っていきます。足幅が変わるごとにこう背中の動きって出しづらくなるので、足幅が変わるけど最初はハーフドッグで作った背中の感覚を常に作るようにしていきましょう。で、これができてきたら足を広げた状態で、これもやっぱりダウンドッグの感覚で手で押した力も使っていいので、背骨骨盤の動きを出しながら、つま先も最初は平行でやるとやりやすいけど、だんだん広げてきて、この形で倒れるかどうかじゃなくて、こう背骨の動きを出すようにイメージしてやってみてください。で、実際座ってやる場合はこうやってブランケットで高さを出すと、最初骨盤の角度っていうのは入れやすくなってきます。この状態でちょっとお尻を高くして、で、あとはブロックを使うといいです。ブロックを使った状態でこのままこうブロック使うとこう倒れちゃうので、なかなか背骨が伸びづらいので、こういう状態を作ります。こういう状態を作って頭を支えて楽に残りの背骨をこう落とすようにイメージしてください。位置は適当に調整しながら休めるところを見つけていきます。そしてこの状態でなんとなく背骨の感覚がつかめてきたら、前に出しながらやっぱり背骨の動きを出します。で、この状態で背骨の動きをこう出していくと、お腹が伸びる感覚が出てきます。お腹が伸びる感じが出てくると、だんだんこうここの溝落ちのラインですね、ここがこうたゆんで落ちるような感覚がしてくるので、胸をつけに行こうとすると、どうしてもこのまま頑張ってつけに下に向かっていくので、この状態ですね、もちろんそんな簡単につくわけではないので、練習は必要になるんですけど、練習の方向性としてこういう状態で滑らしながらスーッと、で、生きてきたらだんだんブランケットも外してしまって、このままお腹を伸ばしていきます。お腹を伸ばしたら背骨が動いて、前が大変で落ちてきて、だん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 こうやって溝落ちのラインがついてきます。そしたらそのまま前に伸びるような感じでつけていくと、
お腹もちゃんとつく状態になってくるので、まあ、楽な状態をキープしながら無理のないような形で、つけるようにしてみてください。頑張って胸がつくようになっても、それがもうきつい思いをしたりとか、つくけどその後痛めちゃったってなるとあまりこう意味がない、むしろまあ逆効果になってしまうので、あの必ず気持ちよくとかこう楽にっていう過程を、減るように考えながら練習してみてください。で、あのその際まあじっくり待ってこう緩むのを待つっていう形になるので、時間は、かかるんですけど、無理をしないようにっていうのが一番のポイントになるので、ちょっとあの今日、紹介した練習方法を試してみて、その感じを掴んでいただければ嬉しいかなと思っております。まあ、無理して胸がついてもあの怪我したりとかこう練習があの辛く感じるようだったら意味がないので、今日紹介したようなあの方法ごとにあの必ず心地よさとか力強さが、ある状態で無理なくでもあのじっくり時間をかけながら練習をするようにしてみてください。もしあのもっと硬い人だったりとか自分なりのポイントがどうもつかめないなっていう場合は、あのぜひあのスタジオにお越しください。マンツーマンで、詳しく、レッスンをさせていただきます。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように、ではまた次回のレッスンでお会いしましょう。